沢原の西京焼き西京味噌特定の味噌造の銘柄である。同社の丹波当時であった初代丹波やモスケが近利御所の御用命を受け、宮中の料理用味噌を吟醸し、献上したのが始まりで、明治維新により都外とエセントされ、東京となり、京都をそれに対し最強とも呼んだことから、特に西京味噌と言われるようになった。 塩分は5%前後と低く、麹を透過させた自然な甘みと滑らかな口当たりが特徴。くげ、宮廷文化の中で育まれた白味噌は美しさと甘みを最大限に生かすため短期熟型で低塩分味噌を仕込む。長く都であった京都は武家よりもくげの文化圏であり、労働による塩分の補給、保存性の高さよりも甘みを求める嗜好品。 長期保存には向かないものの宮廷料理の彩りを添える調味料として使用された。当時、貴重品であった米をふんだんに使用して作る白味噌が発展したのも、とであったことに関係すると思われる。西京味噌は、京都のお正月の雑煮には欠かせない味噌であり、今日の正月に食される白味噌仕立ての雑煮が確認できるのは、江戸時代あたりで、 官営15年頃に成立した毛吹草で天皇家が強風の白味噌仕立ての雑煮と同様の雑煮を召し上がっておられた記述がある。このように、くげ、宮廷文化の中で育まれた白味噌は晴れの場すなわち、せちえ、周儀に欠かせない調味料として定着した。その最たるせちえが正月の白味噌雑煮ではないかと考えられる。 京都で白味噌雑煮が広く定着した背景として、江戸幕府が成立し長い戦国時代を終え平和な時代が到来主経済活動が活発となり、公家と町衆による独自の京都文化が開花したことにあると考える。江戸時代後期には正月に天皇家から公家、庶民に至るまで雑煮を味わったとされる。また酢味噌、田楽、聖火などにも用いられる。西京味噌を みりん等で伸ばして、季節の魚や肉を漬け込む最強漬けは広く親しまれている。ありがとうございます。